平野正宏は、栃木県小山市出身のプロサッカーコーチ。ウェールズサッカー協会認定、UEFAB ライセンス保持者。幼稚園の年中からサッカーを始めて、小学生の時は、東京ベルディや鹿島アントラーズのスクールに入りながら、地元のチームでプレーしていたが、そのチームでは、コーチの子供たちが試合に出るなど指導者には恵まれず、全く試合に出ることができず。 サッカーが嫌いになりそうであった。しかし、中学校のサッカー部での指導者との出会いにより、サッカー愛が再熱。彼の影響も受け、中学時代にサッカー指導者を志し、高校でイングランドに留学して、FA ライセンスのレベル1と2を取得した。イギリス国内や欧州で多くのプロサッカーコーチを生み出している、ユニバーシティ・オブ・サウスウェールズのサッカーコーチング家を、 主席で卒業。大学在籍時にウェールズサッカー協会でアナリストとしてインターンを経験。カーディフシティ FC のトップチームやアカデミーの分析を担当し、2018年12月にカーディフシティ LFC のアシスタントコーチに就任した。2020年1月11日、FC 大阪のヘッドコーチに就任した。ありがとうございます。